どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今日はラジオを使って遊んでいこうと思います。今回攻略動画とかではありません。遊んでいくだけです。このキャラですね、バインドスキブ追い打ち封印闇列9個超つなげしボイスに超惑星超つなげし持ってます。闇列9個超つなげし2個がついに実装されてしまったということで、もうみんな大好きハマルはね、はっきり言います、副属性がダメなんですよ。強いんだけどね。違う、全然違いました、すいません。こっちです。はい、闇列9個超つなげし2個なんですけど、副属性が木なんですよ。それがネックなんですよね。まあそこが痛いキャラクターではあるんだけど、そう、今回使うラジオはなんといってもですね、こちら闇列9個超つなげし2個に副属性が闇です。ハマると完全に使い分けができていて、まあスキルターンとかの兼ね合いはあるので、上位互換ってわけではありませんが、火力の面では間違いなく上位互換になってくれるキャラになっております。でしかもですね、龍剣士留学士コロシアム開催決定しています。ブラックさんの周回編成出します。そしたらラジオは使いますよね、多分。まあ使わない可能性もあるからさ、そこはちょっと難しいんですけど、ただまあコロシアムでの使用頻度もかなり高いと思いますし、何より闇列記憶ちょっとつなげし2個はブラックさんを使う上ではめちゃめちゃ強いサブになってくれると思います。まあスキルが9ターンとちょっと重いんですが、言うて6回上に食事に消せない場合の覚醒無効 HP 全開があるのは、うまく使えればね、すごく優秀なスキルになるかなと思います。まあもちろんね、シバダラとかに比べたらね、このスキルは活かしづらいと思いますが、なんて言えばいいんだろう。シバダラにおける神結びとかジナサみたいなのに比べるとね、もちろん変質とかもないから使いづらさはあるとは思いますが、それでもね、優秀なキャラになってるとは思います。今日はそんなラジオをですね、ブラックさんに詰め込んで遊んでいこうと思います。ブラックさん、遅延さんに目のは継承です。ブラックさん、遅延さんに目のは継承です。ブラックさん、遅延さんに聖な継承です。ブラックさん、遅延さんに聖な継承です。ここら辺はスキル HP 武器ですね。はい。チーム HP2 個武器です。ラジオは超つなげし上限解放にドーナー武器です。からのセリカ、枝豆に遅延3つにハンス継承です。これ組む必要ありません。今回はあくまでラジオの試運転でこの演出で遊んでいくだけですので、まあ、動画見て楽しんでもらうだけにしてください。まあ、組めるやつは組む必要ありません。まあ、今日はこちらの演出を使って、ね、遊んでいこうと思います。もう行くダンジョンも編成詳細も絶対に話しません。なぜならお前らには組んでほしくないから。この動画を見て楽しめ。そしてコロシアムとかね、これから来るイベントで使っていきましょう。まあ、ということでね、ネタ切れチャンネルやっていこうと思います。行きましょう。じゃあ1階層からやっていきましょう。とりあえずフレンドのハンス武器打ってあげて、ブラックサムって殴っていきます。で本来ね、多分動画冒頭でも話してますが、ラジャーをコロシアムとかそっちがメインになりますので、別に100式においては強くはありません。ただ今回は火力要因として完全火力要因で使っていきます。とりあえずブラックさん4枚変身してあげて、火力出る状態まで持っていきましょうか。無効貫通対応をね、絶対にする必要があるんですけど、まあお察しの通りラジャーは無効貫スキルは特にないので、なので、まあ、上にね、無効貫通スキルをアシストしてあげることでご了していきましょう。はい。ここも一つから無効貫通だけして殴っていきます。はい。まあ、とはいってもね、ブラックさん4枚とセリカルーパーはもう今回の動画においてはね、100式やる上では必須なんで、ラジオにね、重労働させていこうかなと思います。まあ、耐久がね、闇9個でできるので、まあ、逆に耐久しやすいところはメリットですね。はい。で、3階層です。3階層はセリカに継承していたハンス武器を利用してあげて、しっかりワンパンしていきましょう。ここもしっかりブラックさん打ちます。はい。でこれでワンパンです。はい。しっかりと闇属性吸収無効を利用してあげてワンパンしていきましょう。さあ、そしてついに来ました4階層です。ここでついにブラックさん4枚目の変身が完了いたします。ということでブラックさんを打ちましょう。ここでこの編成の列強化の数ですね、ブラックさんの変身が完了した時点で8、16、21、26、35個になります。闇列35個の力がこちら、ずらしてあげるだけでしっかり10コンボ11、12コンボ13、14、15。さあこれで火力こんな感じ。一応100式なんですけどね、もうブラックさんが裏までしっかり乾燥するレベルで火力が出せます。はい。で5階層です。やべ、ラジオの潜在ミスってる。ラジオの潜在は遅延2つでお願いします。多分動画冒頭は遅延2つにしてると思うけど、一旦これで1ターン耐久してあげてから、ブラックさん継承のラジャーを打って倒していきましょう。あ、ごめんなさい、ラジャー継承のドーナー打って倒していきましょう。まあだから100式においてはね、ちなみに100式においては当然、ブラックさんの、間違えた、ラジャーの枠は、杯とか、ドーナーとか積んであげた方が当然強いんでね。今回は無理やり使っていきます。はい。さあでもこれでしっかりとですね、無効貫通ワンパンしていきましょう。ラジオ自身も火力10億出してくれてるので火力としては悪くはないですね。そう、ただラジオはね、やっぱね、ラジオ自身の火力というよりかはパーティーの火力ぶち上げがメインの仕事ではあるけど、言うて火力出してくれてるのは偉いと思います。はい。まあ、でまあラジオは貯めながら適当に倒していきましょう。急攻撃してちょっと耐久、あ、
急こけしてちょっと耐久するつもりだったんだけど、まあまあまあ、言うて9階層までかな、に溜まればいいんで耐久していきましょう。8階層か。さあ、ここもしっかりとブラックサウンドって殴っていきます。本当にセリカ打ってあげてブラックサウンドって殴るだけ。せっかくだからラジャーの火力もちょっと出してみたいよなってことで、ちょっと一発パズル組みます。ちょっとラジャーの火力も失礼しちゃったりして、はい、これでまあ闇の超つなげし組みながらの全力コンボです。ちょっとラジャーの火力もね出したいよねってことで、23コンボぐらい組んであげて20億。言うても超重力化ですからね。超重力50分の1で25億、しかも7強武器とかもなしでこれだから、そう考えると強い。いや、ざにもし次の階層でディスティルが来て闇消せない食らったら罪なんですけど、あの食らった場合動画が強制終了いたします。散々前振りしておいて、いや、まあもう来ないんで気にしないでください。はい、まあもうこんなこと言ってもね、実際は来ませんから、安心ご安心の上オッションの方いただければなと思っております。こんな都合よくディスティルがまず出てきてね、はい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 、来るわけないから、オッケーオッケーオッケー。でここは覚醒無効を選んで耐久です。オッケー、覚醒無効終わったらしっかりずらしてワンパンです。もうとにかくブラックサンしていきましょう。12階さんはブラックサン。あ、これ闇属性吸収なかったお前。あー、こいつさ、なんか残し終わったっけ、わかんないんだけど、これ左側だけ残したらやばいのは知ってるんだけど、右側だけの耐久していきましょう。待って、こいつ3ターン後ダメージ無効貫通してくるの、マジ、あの秘宝です皆さん。ヘラドラが超きつくなりました。とりあえずこれで倒していきましょう。あれ、ヘラドラ積んだ、ちょ、あのヘラドラ積んだ可能性がある。これ13でしょ、6 7ターン目突破、6ヘラドラ2パンなんすよ。罪です、ヘラドラ。よし、ヘラドラ捨てよう。うるせえ、ヘラドラ引かなきゃいいんだよ。ヘラドラ引かなきゃいい理論でいきます。まずブラックさん打って全力コンボ。いやー、ラジオはやっぱめちゃめちゃ強かったですね。どうせヘラドラ引くから、なんか動画の締めに回っとこう。ヘラドラやっぱりすごくいいキャラクターでね、本当に。これヘラドラちゃんもう何言ってんだ俺、もうなんか何でもいいや。どうせラジオなんて殺し合うで、もう一緒、月曜日になったら見るんだから、どうせお前ら全員殺し合うでラジオは見ることになるから、もう諦めてラジオは入手しときなよ。ということで今日の動画はね終わりになると思います。じゃあ、うっ、さあ、ということで14階層です。まあもちろんラジオが強いおかげでこれは耐えましたね。はい、そもそもさ、なもラジオなんて使うの殺し合いに決まってんだからさ、百式に連れてきてもさ意味ないだろってコメント書こうとした、そこのあなた正論なんですよ、やめてください。ただですね、なんかせっかくキャラ実装されたら一回まず試運転で使ってみたいじゃん。じゃあブラックサンの火力がどれぐらい出るのかって試したいじゃん。そしたらこんな感じで70億28億とか簡単に出るんですよ。ラジャーめっちゃ強いじゃんってなるまではいいんだけど、問題があるとすれば、あまりにもギミック対応力が低いところかな。あまりにも低い。これさ、一応さ、列外して殴ろうぜ。これ絶対半分まで調整して殴りたいから、一応列外すわ、まず。はい、もう、バカー。はい、バカー。お前ら強すぎてバカ。あ、ドラゴンキャラついてんのか君たち。あ、もうほんとお前ら強すぎてバカだよ。まあまあいいでしょう。ちょっとここからはセリカじゃないわ。ラジオアケーションドーナーを貯めます。あと、9ターンなんで、まあ9回ずらせばいいだけですね。セリカループしながら9回ずらします。問題は、こいつの攻撃力がどんぐらいかなんだけど、7万もないよね。多分。あ、大丈夫だと思うんだけど。こんなもん？はい、ドン。68,800。いいですね。皆さん、セリカの回復力ご覧ください。はい、こちら闇ずらしてあげますとですね、セリカの回復力、こちら。ドン。ドーン。余裕で耐久。4000。できてない耐久が。4000。4000。まあまあいいでしょう、耐久。ああ、よし。耐久終わったぜ。これで、なんだ、もういっぱい溜まったんで、まずセリカ打ちましょう。セリカ打って、ブラックさんからのラジャーを打ちます。いや、ブラックさん2枚打ちしちゃおうぜ。もうこれブラックさん2枚打ち、
でもとにかく軽く出します。いきましょう。どう組むのが一ちゃん強いんだろうね。闇は2コンボにしよっか。闇2コンボからの平積み分割でいくわ。いきます。マジガチでいく。ほら、もうこれで闇の超つなげしからの、もう毒振ってこいが関係ない。魂の殴り、もうこれで24コンボ全力どう。これがラジョアの力って言ってワンパンしたかったけど、でも大丈夫、本来ワンパンできない編成だから、うん、そこは大丈夫で、こういうね攻撃力弱化とか食らった際に関してもラジョアの力ここにあり。さあこれでしっかりと闇の超つなげしからの闇の1コンボ組んであげて、どうな継続かつラジョアの烈強も含んでブラックさんしっかり70億出して突破していきましょう。ということで今回はですね、ラジョアをねブラックさんと合わせて使ってみる動画でした。まあ一応今回は試運転的な感じでね100式いきましたけど、まあメインはもう絶対に殺しちゃえばですね、やっぱこの闇9列に超つなげしに行こうっていうのは間違いなく強いと思いますし、まあ留学中ルーキーシコロシャムに関して使わないってことはまあないと思うんで、ぜひねチェックしておいてください。じゃあチャンネル登録、高評価、お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。